パピコ。何それ。はい、というわけで本日は空想交換日記スマップ編でございます。おお、おめでとうございます。はい、これはですね、まあ今回スマップ編ということなんで、スマップが交換日記をしているという体で、もろおの1枚ずつスマップカードを引いてもらいます、はい、そして誰かの役になりきって交換日記を3巡つけてもらいます、はい、それで最終的に誰が誰役をやっていたかを当てます。当てたら1人当てるごとに1ポイント、はいはい、そして最終的に最もいい日記をつけてた人、これをナイス日記賞でプラス2ポイント、うん、最もダメな日記をつけた人にダメ日記賞マイナス1ポイントで、合計得点の最も高いものが勝利でございます。はい、はい、分かりました。というわけで、じゃあね、はい、カード引いてみましょうか。はい、はい、そうじゃあ5人いたらね、ちょうどじゃあ見ないですよね。うわ、1人ね、ここ来たかー、ヒントになるともう、はい、彼じゃないかと思うよ、俺。はい、じゃあ、僕が、はい、僕はこれですね。念入りに引くんだよね。ほう、この方ですか。はっはっは、なんだそれ。はい、はい、じゃあ引きます。はい、この方でございます。はい、誰なんだろう。なんで。じゃあいいですか、もう。はい、はい、はい、林はこちら。はい、はい、オッケーでございます。はい、はい、僕が、交換人気スタートです。はい、おね、誰スマップね、一番手が何を書くかがね、やっぱ、ね、まあ、今日から交換日記しようっていうことを。いいな、スマップが。スマップが今、40過ぎてるわけですからね、ほとんどの方が。そうですね。いいんじゃないのかな。はい、書きましたんで、はい、次の方に私。読むと。はい。で、1月24日、武道館のリハが激しかったね。僕はピンピンしたけど、中井くんはきつかったんじゃない？俺、じゃあ、汗が半端なかったよ。そういうのあり？そうか。ちなみに今日一番笑ったのは、ごめんなさい。待ってください。待ってください。あのさ、足つっちゃうの。一回直して。だからスマップ役なのね。足つっちゃってる。ちょっともう出鼻くじくにもほどがあるわ。叫んじゃない。今赤いくんとか重要ワードが出たところなのに。ちょっと我慢しなさいよ。いや違う違う、足つったら我慢できない。我慢できない。なんでそんな。できない。根本的になぜつる。なんでそう。なんでつるんだって。はいはい、OKです。4月24日。武道館のリハが激しかったね。僕はピンピンしたけど、中井くんはきつかったんじゃない？汗が半端なかったよ。ちなみに今日一番笑ったのはマネージャーが2人とも鼻毛出て出てたことだよね。みんな気づいた？すまんねえけど。誰だ？誰だ？なるほど。はい、わかりました。じゃあ僕は。はい。でももう結構絞られますよね。うん。どっちかかなぐらいの。はい、終わりました。はい。4月25日。そうそう、しかもそのうち一人は女性だからね、かっこ笑い。でも僕もやっちゃったよ、今日新たに行っちゃったよ、はい、いいとも終わっちゃったのにね。ああ、明日の朝ごはん何にしよう。全然わかんねえな。書きます。はい、できました。4月26日土曜日、うんうん、武道館本番。おリハ通りできたね。朝ごはんは目玉焼きとトーストとコーヒーがいいよ。ああ、あっさりしてます。おお、あっさりしてる。あっさりしてますね。できました。はい、はいはい、4月27日打ち上げ。みんな飲みすぎ、最後までいたの俺だけじゃん。いいライブだった、ありがとう、明日もよろしく。あー、おー、なるほど、なるほど、ね。あー、でもなんか人、いい人柄がいいね。なるほどね。人柄がいいね。僕は何か役をやってるんですけど、褒められたみたいで嬉しいですね。はい、はい、4月28日、オフだー、海行って読み方が焼いたろうかな。今思ったけど、いきなりみんな真っ黒になってやろうか。そろそろいいんじゃない。わかるな、でも多分あの人だな。はい、4月29日、うん、海楽しそうだな、僕も海行きたいけどテレ朝の収録があるからな。、とりあえず焼いた姿写メで送って。誰だ。一人、これ分かんなくなったな。一人分かんねえな。なんだ誰だこいつ。はい、お、4月30日、うん、海か、世間は夏休みだけど、僕らずっと夏休みないよね。
ゆっくりできるようになったら本当に一回5人で旅行に行ってみようか。それがいつかは分からないけど。情報がないな。ないね。情報がないな。なんかこいつちょっと日記に対して薄いやつだな。ちょっと斜めから見てる感じあるよね。薄いやつだな。交換日記をあまり心よく思ってないんじゃない。いきます。はい、入りました。はい、4月31日。5人は恥ずかしいな。じゃあ、つよし留守番で。あー、はい、次読むんですよ。はい、大丈夫。あ、4月1日。はい、つよし留守番喜ぶでしょ。じゃあ、いつ行くの…矢印。はい、出てきました。はい、8月2日。今でしょう。じゃあ、社長もメリーさんも誘って7人で行こうね。はい、はい、8月3日。でも行くのはゆっくりできるようになってからだからね。国内は顔分かっちゃう、顔分かっちゃうから行くところは海外で。ラストか。なんか寂しいですね。もっと長く書けばよかったんだよね。そうね。なんかスマップの日記も終わっちゃうのかってあるよね。なんだろう。あ、なんでしょうね。次回のスマップでしたね。自分スマップになりますね、これ。なんかね、でもね、そうなんかなったというより、本当にスマップの交換日記見てるような感じがいるんだよね。あ、そっち？うん。できました。はい。最後ね。はい。8月4日です。ジジイになって5人でアイドル。最高じゃない。そんな時もまた、武道館をやろう。自覚かかってたのには5行そうですね。そうです。さあ、回避した感じあります、ね。はい、回避に走ったのかな、うん、はい、はい、じゃあ僕は、はい、寺島中井くん、カジノ木村くん、林稲垣くん。あれ、もうそうだから、はい、なるほど。はい、じゃあ僕いきますね。はい、僕、草薙さんが香取くん、うん、カジノさんが稲垣くん、うん、林さんが木村くんです。ああ、はい、じゃあ、はい、僕いきます、うん、はい、草薙さんが香取くん、寺島さんが剛くん、林さんが中井くんです。ああ、はい、うん、なるほど。で、僕が、草薙さんが中井くん、うん、で、寺島さんが草薙くんで、カジノさんが稲垣吾郎さん。はい、はい、全然違う。結構バラ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 ですね。全然違ったな。まずひとまず、そうですね、この中に残っているこの方でした。はい、中井正広さん。中井さんいない。やっちゃったよ。中井くん書いた人も外れた。ダメだ、3人ダメだ。嘘、中井くんいたよ。木村くんかと思ってた。いないの。じゃあ僕発表しますね。はい、はい、じゃあ僕は香取くん。やった。あー、香取くんね。そう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 、はい、そうか。僕は草薙くんです。よし、よし、はい、僕はゴロちゃん。おー、ってことは僕木村さんです。おー、やったい。はい、この時点でとりあえずポイントを集計しましょうか。はい、僕ゼロだね。ゼロですか。ゼロゼロ。いや、そうか、俺林さんだけ間違えてた。あ、俺全部はどっちかかと思ったんですよ。はい、おお、すげえ。え、カジノさんがいながら、すげえ。おお、すげえ、すげえ。正直、あの草薙くんいじりするのはなんか木村くんってイメージあったんで。なあ、よかったよかった。そうそうか。あ、そうそうか、言われる意味はそうか。中井くんいじらない。稲垣くんじゃねえわ。そうそうそう、中井さんと稲垣さんはいじらないよ。香取さんかせめて木村さんだよね。そうだね、うん、剛がっつって。え、中井くんいじらないですか。いや、中井くんはちょっといじる、いじる、いじるんですよ。でも稲垣くんはいじらないから。あ、そっちね。これは木村くんだわ。うわー、やっちゃったー。0322かな。0322今のところ。はい、はい、じゃあナイス日記書を発表しましょう。はい、ま、その人の人物だと思って聞いてください。まあ、でも、はい、武道館のリハ激しかったね。僕はピンピンしてたけど中井くんはきつかったんじゃない。汗が半端なかったよ。ちなみに今日一番笑ったのはマネージャーが二人とも鼻毛出てたことだよね、うん、みんな気づいた。はい、いいですけど、つながりがある、ね、そうそう、しかもそのうち一人は女性だからね。でも僕もやっちゃったよ。今日新たに行っちゃったんだよ。いいとこ終わっちゃったのにね。そうですね。あー、明日朝ごはん何にしよう。あー、草薙くんで聞くと草薙くん、いや、ちょっと男というようなキャラクターなのかなっていう、うん、あ、天真爛漫だったから、はい、稲垣くんです。武道館本番リハ通りできたね。朝ごはんは目玉焼きとトーストとコーヒーがいいよ。そう、こういうとこですよ、稲垣さんぽさ。はい、そうか、全然わかんなかったわ。僕、木村拓哉さんです。打ち上げみんな飲みすぎ、最後までいたの俺だけじゃん。いいライブだった、ありがとう。
明日もよろしく、うん、木村くんっぽい木村くんかそうだなそうそうそうでも俺ね、そこで最後まで残ってんのが中井くんかなと思ったんですよ。ああ、それもあるんですよ。そうやって聞くとその人っぽく、うん、本当に、じゃあ香取くんでね。オフだ、海来て全身焼いたろうかな。今思ったけど、いきなりみんな真っ黒になってやろうか。そろそろいいんじゃない。あ、これっぽいですよ、うん、これっぽいっぽいですね。いやこれで分かったもん。俺深読みしたんだよなぁ初めのやつを自分が中井くんって言ってる中井くんのギャグだと、はいはいはい、あーはーはー、海楽しそうだな。僕も海行きたいけど、テレ朝の収録があるからな。あ、とりあえず焼いた姿写メで送って。これはプッスマの収録ですね。うん、そういうことだね。あ、プッスマね、なるほど。はい、稲垣くんで、はい、海か、世間は夏休みだけど僕らずっと夏休みないよね。ゆっくりできるようになったら本当に一回5人で旅行に行ってみようか。それがいつかはわからないけど。うん、なるほどね。ね、はい、木村拓哉さんです。5人は恥ずかしいな。じゃあ、強し留守番で。あーそうか、木村くん、木村くん腹が立ってくるなそうそう、木村くん、じゃあ次、はい、強し留守番ではそういうテンションで言ってるわけか。強し留守番喜ぶでしょう。じゃあ、いつ行くの？点点点矢印。このね、のっかり側の中に、そうか、香取くんっぽかったんですね。そうなんだ。そうか。でも、つよぽんって呼びますけどね、香取くん。あー、そうか。正確には。あ、確かに。そう言われる。それで一瞬ちょっと疑ったんですけど。なるほど。まあ、それはね、知識の問題もありますから。それはちょっと知識だったな。つよぽんって言ってる、うん。言ってるか。今でしょ。じゃあ、社長もメリーさんとって何で行こうね。国策くん。そう、いやだからこれちょっと、うんうん、ちょっとなんかもうちょっと上にいる人の意見な気がするね。なんか僕が感じたのは、寺島さんと草薙さんってリンクしてますね。そのまま寺島さんがやっても、なんかちょっとっぽくなる天然というか、その、うん、そうそう、天真乱何言うかよう分からんみたいな感じはちょっとね。はい、稲垣くんです。はい、でも行くのはゆっくりできるようになってからだからね。国内は顔分かっちゃうから行くところは海外で。ああ、ちょっと冷静な感じがね。そうなんですね、稲垣さんずっと終始、ね、で、木村さんで、じじいになって5人でアイドル、最高じゃない。その時もまた武道館をやろう。ああ、いいそうだな、確かに。じゃあ、今の総合して、はい、ナイス日記賞を選びましょう。はい、わかりました。せーの、はい、木村さん、やったー、木村さん、2ポイント獲得。確かに、4ポイントか、はい。じゃあ、ダメ日記賞、ダメ日記賞、せーの、はい、まあ、長井くん、そうね、稲垣、2票で、マイナス、マイナス1、はい、合計数を、はい、じゃあ、僕は、あれ、相変わらず0、はい、僕は、変わらず3ポイント、はい、僕は1ポイント、はい、僕は4ポイント、おー、逆転、逆転、はい、今回の勝利は、林さん、おー、ありがとうございます、おー、木村拓哉さんが、勝ったな、そうか、のキャラクターを乗せて勝ってるんだね。そうね、そうそうだね。ある意味木村拓哉さん引いたら有利だったかもしれないね。少なで木村拓哉さんは表現だから、チームの勝利みたいなことなんだね。いつの間にチームになったね。よかった。はい、じゃあ以上でございます。ありがとうございました。